本獲得していくと。はい、こんにちは。今回は最多防衛記録を誇る重量級と中量級の4人の偉大な世界王者を紹介いたします。バーナード・ホプキンスはアマチュアで95勝4敗という輝かしい戦績を残しましたが、17歳の時に9つの罪で約5年間服役し、そのためプロデビューが遅れ、またデビュー戦は黒星のスタートだったのです。しかしデビューから6年半後に IBF 世界ミドル級王者となり、そしてその6年後に WBC のタイトルも奪取し、さらに WBA 王者の当時40戦全勝のトリニダードとミドル級世界王者同士戦ったのです。ウェルター級から上がってきたトリニダードは、前の試合ではウィリアム・ジョッピーを簡単に KO し、切れ味抜群のパンチはミドル級でも通用することを証明したのですが、トリニダードのパンチはホプキンスの硬いガードに阻まれ、逆にホプキンスの攻撃が目立ってきます。トリニダードは突破口が見つからず、強引に出て接近戦に持ち込みますが、接近戦でもホプキンスのカウンターがヒットし、相変わらずホプキンスのペースで試合は進みます。迎えた最終ラウンド、またしてもホプキンスの強烈な右がヒットします。ミドル級の残るベルト WBO を保持していたのはオスカー・デラホーヤです。前半は互角の展開でしたが、ホプキンスが中盤からたびたび右をヒットさせます。迎えた第9ラウンド、パワーに勝るホプキンスが完璧なタイミングで左ボディをヒットさせます。逆にボディーありました。デラホヤ這いつくばった。リアルチャンピオンの証明です。その後ホプキンスは IBF 世界王座を20度防衛するだけでなく、世界ライトヘビー級のタイトルも奪取します。そして WBA世界ライトヘビー級スーパー王者のベイプット・シュメノフと王座統一戦を行い、世界王座最年長獲得記録と世界王座最年長防衛記録を49歳3ヶ月に更新したのでした。ダリウス・ミハエル・ゾースキーは1994年に WBO ライトヘビー級王座を奪取し、10年近くかけて23度も世界タイトルを防衛いたしました。50戦のプロボクシングキャリアで敗れたのは最後の2戦だけでした。常に打ち合い、激しい試合が多かったので、キャリア後半はダメージが蓄積したと感じました。アマチュアで150戦しており、左ジャブを軸に出入りをするボクシングもできますが、相手のパンチをガードで受け、打ち返すスタイルが目立ちました。ダリウスは虎の異名を持ちますが、異名通り相手がひるむと一気に仕留めます。
WBA と IBF の世界ライトヘビー級王者のバージルヒルと統一戦を行います。ダリウスはこの試合でも常に前進し、プレッシャーをかけ試合のペースを握ります。共に決定打が出ない試合はダリウス優勢のまま判定にもつれます。ヘンリー・アームストロングは身長わずか166センチですが、驚異的なスタミナと強打でフェザー級、ライト級、ウェルター級の3階級を同時に制覇した唯一のボクサーです。1937年にまずはフェザー級のタイトルを取り、翌年1938年にはウェルター級のタイトルを取り、その3ヶ月後になんとライト級王者にも勝利し、フェザー級、ライト級、ウェルター級の王座に君臨したのです。中でもウェルター級のタイトルは2年足らずの間に19度も防衛したのでした。バーニー・ロフトの試合前にウェイトの足りないアームストロングは大量の水を飲んでリングに上がったと言われております。体格とパワーのあるロフのパンチを巧みに殺し、アームストロングは懐に入り込んで回転の速い連打で圧倒します。あまりのワンサイドにレフリーは再三ストップを勧告したのですが、ロフは試合続行を望み判定決着となりました。1996年に WBO 世界ライト級王座に戴冠したアルツーロ・グレゴリガンは、2004年にアフェリノ・フレータスに敗れるまでこのタイトルを17度にわたって防衛いたしました。グレゴリアンはウズベキスタン生まれでドイツが主戦場でしたが、情報が少なく日本での知名度は非常に低いボクサーでした。世界タイトルの防衛記録だけでなく、アマチュアでも国際大会で優勝し361勝23敗という素晴らしい成績を残しております。 WBO 世界ライト級王座の5度目の防衛戦には、3年前のアマチュアの世界大会決勝で敗れたマルコ・ルドルフを迎え、アマトップレベル同士のハイレベルな展開を繰り広げるのです。序盤から両者テンポの速いボクシングで一進一退の攻防でしたが、5ラウンドにルドルフがダウンし、6ラウンドに試合を放棄いたします。10度目の防衛戦に強打のサンドロ・カサモニカを迎えますが、相手のパンチをうまく外しテンポよくどんどん攻撃していきます。サウスポーからの左ストレートがよくヒットし、上下に当てて相手を追い詰めていきます。グレゴリアンは防御がうまく、連打にスピードがあり、パンチが的確なので、試合も強く、試合は一方的な展開になってます。
暴行を受けダメージが蓄積しているサンドロが8ラウンドにダウンします。サンドロは起き上がりますが、その後も一方的に打たれギブアップします。